はい、こんばんは、山よですということでですね、今日はね、何をやっていこうかというとですね、ざっくりしたね、ことを言うんですけど、皆さん、なんか、よく街でもね、YouTuber さんのね、動画でもとかでもね、なんか、こんなイラスト、見たことありませんか？もしくは、こんなイラストとか、こんなのとか、こんなのとか、ね、なんか、見覚えありますよね。なんて言ったらいいのかわかりませんけど、わかるとこんな感じの顔のね、なんかこんな感じの女の子とか、こんな感じの男の子とか、こんな感じのおじいちゃんとか、おばあちゃんとか、サラリーマンさんとか、コックさんとか、なんかいろいろいますよね。うちのチャンネルでは、素材にね、使ったことないんですけど、なんか、何とは言わないんですけど、なんかもういろんなところで、なんかね、気を抜くとね、パッと見かける、このイラストってあるじゃないですか。不思議に思いませんか？あれ一体何なんだろうって思ったことありませんか？ってことでね、うちのチャンネルもね、まあこれからね、ちょっと部屋撮り動画とかも増えるかねがいでね、まあ一応それ用の相談ソフトとかそういうのもね、導入はしてるんで、それはまた紹介しようと思うんですけど、とはいえね、よくこれ気になったわけですよ。こんなんとか、こんなんとか、今どんどん出してるってことはもう私調べたかったんですけどね、どこであるのかなと思ってね、調べてみたらね、なんとね、ついにね、このイラストね、アジト、すべての根源ね、見つけ出しましたんでね、今日はね、紹介しようと思います。まあ、簡単に言うと、フリー素材っていうことだったんですね。ってことなんで、それで、ね、サイトで、ね、ちょっと見ていこうと思います。ってことで、画面をね、そっちにボンと変えますからね。はい、ドン！ボーンと。さあ、画面が変わってるはずですけど、こんな感じでね、実はね、フリー素材集のイラスト屋さんっていうね、サイトがあって、どうもね、ここのね、フリー素材のやつを皆さん使われているみたいです。だからまあ、ね、イラストをね、作ってね、YouTube とかの編集とかでもね、使ったことがある方でしたら、あ、見たことがあるんだなと、やつはね、ここにあるわけでございますね。でね、見てみるとね、本当にね、すごい種類があるみたいね。なんかね、イラストで、ね、見てごらんでしょ、この感じ、この感じ、この感じですよ。ね、そう。なんか見たことあるじゃないですか。まあ、全部ね、映すとね、あれになっちゃいますのでね、とにかくね、種類がね、どうもね、見てるとね、豊富みたいですよ。で、こんな感じでね、人物のイラストとかしても、表情のイラストとかね、子供のイラストとか、さっき言いましたからね、そう、とかって言うとね、こんな感じで、もうとにかく、いろんなね、感じの、わーってね、あ、スキーのね、時期ですからね、もう、あらゆるね、ジャンルにね、答えるね、イラストがあるわけですね、女の子のイラスト。こんな感じでね。で、何ランダムとかあるの？で、ランダムを押すと何、どんな感じになるの？熱湯注意。ああ。こんなのまであるんだ。やけどした手と赤い吹き出し、熱湯注意と書かれたイラストですと、そのままですけどね。なんか、ここね、この感じ、わかります？ね。見たことあるじゃないですか。どっかで何かしら見かける感じじゃないですか。このね、感じ。っていう感じでね。実はこのイラスト屋さんっていうところのサイトのやつらしいです。ってことでね、うちもね、ちょっと今後はね、高校のイラスト屋さんをね、うまいこと使って。というか、あれなんですよね。結構、イラスト屋さんの引用とかって書いてあるところは少ないですからね。結構、街中とかで、ちょっとした、個人の飲食店のね、ポップなんかでもね、見かけますもんね。ほら、なんかね、見たことあるじゃないですか。なんかこんな感じのね、ほら。こんな感じのとか、ね、なんか見かけた気がするじゃないですか。全部ね、このイラスト屋さんの、今のね、ニーズに合ってるね、感じのね、やつもいっぱいありますね。へぇ、こんな感じでね、やってるサイトさんらしいです。よいしょ。で、なんか今は、ワンピース押してるみたいですね。おぉ、なんかいろいろと攻めてますね。まあ確かに、おぉ、という感じなんですけどね。他にもね、イラスト屋さんの関連グッズとか、グッズなんか売ってるんですね。ラインスタンプね、いかにもありそうな。はい。ねえ、やつとか。え、何新しいイラスト何があるの？新しいインターネットのイラスト。ねえ。これでいいじゃん、さっきのね。マンボウの昼寝。マンボウの昼寝。蜂に刺された犬？どういう状況？ボイニッチ趣向のイラストとか。百鳥人馬ポストの人。百鳥チンパブエイトのね、伝説のやつですけど。いやー、
いやーすごいな、何でもありますね。でとにかくね、あのマスクをつけたいのがニーズが高いみたいで、マスクだけのやつなんかもあるんですね。すごいなすごいな。こんな感じでね、あのどうもこのソフトのイラストを使って、皆さんああいうよく街で見かけるね、あんなポップとかこんなポップとかあんなも、作ってるみたいですよ。ということでね、またねこの動画のね概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、あ、じゃあねちょっと一回うちもね使うのにねちょっとイラスト見てみようっていう方はね、フリー素材で、あのフリーでそのまま使えるはずなんで、ねっていうか、そこ調べずにお前撮ってんのかって話なんですけどね。ご利用についてある、あ、ご利用についてってありますよね。商材なんで、個人法人商用、商用、あ、商用、商用通らず無料でご利用いただきますよと。あ、ありがたいですね。商用、商用って言われると。で、まあ、お前のところどうせ今、不商用で、いつ商用になるんだって話なんですけどね。いやいやいや、きっとこの動画は、再生数が入るんじゃないかな。こういうね、メジャーなところどんどん攻めてね、いかないとね、やはりね、重箱のあんこを掴んでいかないといけませんからね。そうそうそう、重箱の隅をつつきすぎてますからね、今までが。ということで、こんな感じでね、著作権は本気してませんからね、著作権は、このね、イラスト屋さんの管理人さんが持ってますよってことでね、そこはね、忘れちゃいけませんよと。ただ、規定役の範囲内であれば、自由に編集加工ね、確かにね、やってる、あれ、ありますもんね。または加工の多少で著作権の譲渡や移動はありませんよと。いうことですね。当サイト以外に掲載されて私の作品については無料でお使いいただけませんよということなんで、ここだったら大丈夫なんで、これ、あ、なんかこの手のイラストを見つけたから、よし、通過をつけて、ね、そのままコピーしたりとかね、そんなのはね、ダメですよってことですね。ぜひこのイラスト屋さんというサイトにね、訪れていただいて、ここからね、落としていただければもう無料で使いますからね。あ、これは便利だ。私もね、ぜひ使わせていただきましょう。今後の動画にね、どんどん増えてね、あってね、見かけたり、で、この動画を見つけた時にはあっと思っていただければいいね、嬉しいなと思います。で、ね、皆さんもね、ぜひご活用いただいてね、そうすればね、またイラスト屋さんもね、あのアクセスが上がってウィンウィンということでね、ぜひね、あのこのサイトを通じてね、で、アクセスいただいて、またね、この動画にね、ちょっと高評価とかね、いろんなね、あ、こんなあのフリー素材もありますよ、こんなところもおすすめですよとかね、紹介を書いていただいたとかにしたらね、うん、ここがね、一大紹介のね、基盤になるんじゃないかってことでね、そのままついでにね、うちのチャンネルのチャンネル登録なんかもね、していただいたりとかね、高評価とかね、押していただけると、すごく励みになりますので、よろしければよろしくお願いします。まあ、こんなね、キャプチャー画像すら今回使わすっていう、今ね、本当はキャプチャーで撮ろうと思ったんですけど、なんかめんどくさくなっても、このままこれで撮っちゃってますけどね。まあ、こんな感じで、やり方もね、これだと多分編集楽なんだわ。ということでね、やらせてもらいました。まあ、こんな感じでやっていきますのでね、今後もね、こんな感じでいろいろとね、また紹介できたらと思ってますので、よろしければね、また、お付き合いのほどいただければと思います。ということで、今回はこれぐらいで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。